待ってくださいね。お問い合わせは、こんにちは。よし。こんにちは。あ、やっとライブ来れました。ありがとうございます。こんにちは。やっと。嬉しい。そう。もうそろそろいいかな。じゃあそろそろ始めます。今日はの Tシャツじゃない、トレーナーのご紹介を、もうね、ちょっと最近昨日とかも結構寒くて、トレーナーが活躍する時期になったかなと思うので、ちょっとこれからたくさん紹介していこうかなと思います。で、一応新作もちょっと見てわかる通りいろいろ入ってきましたので、それも一緒にご紹介していきます。いきます。じゃあ、トレーナーですね。私が今着てるのからやっちゃおうかな。これ、そう、あの夏ぐらいに、トゥインクルちゃん、この女の子トゥインクルちゃんって言うんですけど、トゥインクルちゃん の、あのビッグティーを出したんですけど、それがまあ結構冬でも着たいよっていう方とかも多かったので、なんとビッグトレーナーちょっと今までよりゆったりめサイズなんですけど、それで作ってみました。そう、今ねちょっとここも曲げちゃってるんですけど、ここを伸ばすと結構ゆったりで、お尻もすっぽり隠れるので結構ありがたいです。大きめですね。そう、それもここが指先なんですけど、ちょっと言うと伸ばせるとこんな感じです。ダルダルで着れるので、いつも大きめで着てるよとか、ゆとり持ってきたいよっていう人はこのトレーナーおすすめです。そう、一応お色が、ビッグトレーナーの方は、ピンク、ブルーピンク、ブルー、ブラック、ホワイトの4色になってます。ゆったりサイズいいですね。ね、いいですよね。そう、あとこれもちょっとご紹介するんですけど、これこの前ご紹介できなくって、そう、それもこれつけ襟じゃなくてカットソーインナーなんですけど、ロンティー合わせてますね。襟出して着て、あと個人的にはかぼちゃパンツをこれはすごく合わせてほしいゆったり着れるので、ちょっと丈も長くて、普段のトレーナーだとやっぱお腹くらいまでなので、丈感がかぼちゃパンツ履くにはちょっと足が見えすぎたりしてちょっと恥ずかしいなっていう人はこっちのベースで合わせていただいた方がおすすめです。一応こっちのトレーナーですね、ビッグトレーナーのお値段が6800円です。にプラスでになります。で、一応お色とかプリントが一応2種類ありまして、これかな、今日すごいトレーナーいっぱいあるんですよ、ちなみにそう、プリントがこの全身写ってる子と、ちょっと丸っぽい半身だけ、上半身だけ写ってる子の2種類ですで、あとこっち今ブルーがちょっとないんですけど、ブラックベース、ピンクベース、ホワイトベースの3色で今店頭出しております。ね、かわいいですよね。そう、トゥインクルちゃんと今日すごくお揃いになっちゃったんです。ツインテールとヘッドドレスでそう、ほぼ同じですワンピースが違うかなぐらい、こんなかわいくないけどそう、そうで、これ
屋が6800円です。でどうしよう、こっち行こうかな。じゃあ次これね、今までカップケーキは結構たくさんっていうかお作りしてたんですけど、今回新しい色のベースですね。ショッキングピンク、なんか暗く映ってるかな。もうちょいライトの下の方が分かりやすいかな。落っこっちゃったごめんなさい。でもいいか、いいや、星あんま映んないしこれ結構濃いめの、濃いめのピンクになってます。でこのメタリックなハートがついてます。わかるかな、そう、有名な感じで可愛いです。そう、あ、こっちか、こっちの時か。シンプル感結構夢感ありますよね。で一応カップケーキの方がこのちっちゃめの、これは紫のいちごですね。でパールのボタンとここに大きいハートがあって、ここもね2色です交互になってます。そう、かわいいですね。なのでこっちは濃ゆめのあのピンクパープルコーデにしてみました。ここがふわふわのカップケーキで、濃いめのピンクってあんまり入ってこないので結構レアかなと思いますね。それでうさぎサンデレーを合わせてこんな感じです一応、カップケーキのトレーナーが、9500円にプラス税になります。で一応カップケーキが他にもお色はあって、よいしょ、これが今本店の方にあったのがピンクベース、可愛いんですよね、にホワイトベースですね。どっちも赤ピンク系の配色で美味しそうな感じですこれかなんかこのかかってるここの生地がサテンとチュールを重ねてるんですけど、全部違くて、この重ねてるチュールとかこのあともいちごとかこのワッペンとかも、なのでそれでお選びいただいても可愛い気がします。そう、こっちだと赤い、うちにあるあの赤いフロッキーのハートですね。そう、あ、ちなみに、この今日ご紹介するトゥインクルちゃん以外は、通常サイズのトレーナーで作っているので、ピンクわかんなくなっちゃうねこう竹をね、これは袖ぴったりぐらいです。私最近一回トレーナー店頭で着てたんですよね。それとサイズ一緒なんで、竹もこの辺ぐらいと、あれと合わせればいいのか、合わせ下のこの黒いのトゥインクルちゃんなんですけど、お袖丈とかを合わせるとこんな感じで結構サイズ感の違いがわかるかなと思います。身幅もね多分結構違うので、大きめのサイズはないのですね。あ、一応その店頭にはご用意がないんですけど、あのオーダーとかでだったらお作りができます。で通常サイズのよりちょっとトレーナーのベースが変わってしまうので、プラス300円で、大きいサイズのこのカップケーキとかもお作りは可能ですね。結構身幅も変わります。10センチぐらい変わるのかな、結構変わりますね。10センチまでいかないかな、8センチぐらい、8センチの前と後ろなら16、結構変わりますね15ぐらいは変わる気がします。どんなあれでも、そう、なのでこっちのデザインが欲しいけどゆったりできたいよっていう人は
オーダーはぜひおすすめです。ちょっとトレーナーのそのビッグティーのビッグトレーナーの方が色の方が少ないので、まあ、それもちょっと悩みどころなんですけど、そう、あと数もちょっと限られちゃってベースを再入荷するよってなるとお時間は少しいただいてしまうので、お急ぎで欲しいよっていう人早めがおすすめです。こっちの値段言いましたよね、言ったけど、まあ、一応9500円にプラス税になります。でカップケーキ、あとこっちもあります。これね、さっきラホールの方から持ってきたんですけど、ちょっとパステルカラフルな感じで、ね、ここがミントブルーイエローピンクで、いちごじゃなくて全部ハートとパールですね、ボタンが。そう、これもかわいい。これもこれはつぶつぶチュールですね、ドットの丸いやつです。で、これやったでしょ。あ、でもこれもまあ最近、今までちなみにその定番のトレーナーとして出てたのがこのモコモコ系だと、このうさぎさんと、これはクマさんです、うさぎさんとクマさんなんですね。そう、これはもうずっとあってね、すごい可愛いし、私もこのトレーナーを一着持っています。そう、このペタってしてるタイプのうさぎさんかな、多分持ってて、これも楽なんですよね。あと分かんないんですけど、イメージだけど、お腹があったかいです。お腹が守られてる気がしますそう、でうさぎさんは頭にオリボンと、くまさんもか、頭にオリボンと首にオリボンついて、お花がハートにどっちもなってます。これは、7900円にプラス税ですね。そうです。アニマル楽しみにしてましたね。動物さんやっぱ可愛いですよね。ね、しかもあとうちのこういうのって結構プリントとかもそうですし、このモコモコ系も割と上目に来てるあるんですよ。この半分から上になってることが多くて、なので、まあ、ちょっと私今日トレーナー出しちゃってるんですけど、インした時スカートとかやった時ここはちゃんと見えてくれるので、リボンとかもねギュギュってなんないので結構着やすいです。これもね結構オーダーできます。このリボンの色変えたり目とか、ここのね生地があんまり色はないので、そのご希望に添えるかはちょっとあれなんですけど、まあなるべく頑張りますんで、ご相談いただければなと思います。こんなの作ってっていうやつとかあれば。で、あとこっちにしよう、結構定番だったシリーズ定番シリーズ、今までのこれ、いちごです。いちごもね今すごいなんか暗いいちごになってるんですけど、もうちょっと鮮やかな赤ですね。どうやったらわかんないや鮮やかな赤で、今これちなみにつけ襟つけてるんですけど、こういうつけ襟とかをねつけても可愛い気がします。いちごはここにレースがついてます。でサテンでふわふわちゃんですね。そう、ここね触ってると気持ちいいですでオリボンこことパールのボタンとキラキラ、これキラキラです。キラキラがこことこことかについてて、パールでハートとかですね、いろんな結構いろんな種類のボタンがついてます。これも今店頭出てるの赤だけなんですけど、いちごはピンクとかも作れますね。ちょっとまだ間に合ってないんですけど、ピンクとかもあります。
ちごはね、値段の方が8900円にプラス税になります。いちごもねいいですよね。いちご嫌いな人ってなかなか少ない気がする。で、あと定番は、あ、これか。今なんかずっとモコモコ系を全部紹介してたんですけど、あ、ナイルパーチさんのボタンは全部可愛い、やった、嬉しいね、ボタン可愛いですよね。なんかあの一個一個が可愛いじゃないですか、そのついてるパーツとかリボンとかボタンもそうですし、それがまたねずるいですよねどれにしようみたいな悩んじゃ、ちょっとずつ違うと。あ、で、プリントのトレーナー、一番オーソドックスというか、すごいたくさん種類もあってって感じなんですけど、それのまた新しい柄が、私はこれを今日初めて見たんですけど、ふまちゃんがお手紙に入ってます。それもかわいい。そう、これ新しい柄、今まであのそのベビーギフトとか結構 T シャツとかに多い柄をやってて、こういうこういう T シャツなんですけど、いちごとか、あと天使とかですね、あったんですけど、今年の新しい子は感じで、結構あのトレーナーだとその通販サイトにも出てるし、数が多すぎて全部あの今日ご紹介できなくてそう悩んだんですけど、なのでなんかあの T シャツとか夏にもそのツイッターとかにもいっぱいあげてたと思うんですけど、この柄のトレーナーバージョンはありますかとか、そのお問い合わせでいただければお作りすることも可能なやつ結構あると思うので、そう気になるのあればぜひ。ラブレターこれは初めましてのくまちゃんです。ちなみにそう T シャツ、これだと逆に T シャツでまだないので、唯一トレーナーしかまだゲットできませんそう、クマさんかわいいね。こんなに色入ってるか、こういうカットソーとね、これだとリボン結構カラフルなんで、それと合わせてもかわいいし、個人的には結構その普段襟があるワンピースとかを着ることが多いので、トレーナーって襟ないじゃないですか。だからいつもそわそわしちゃうんですよ、ない状態のまんま着ると。そうなのでこういうカットソーもそうだし、あとはこれですね、付け襟とかをこうやってつけてもいい気がする。あ、プリントトレー、待って、私あのクマさんかわいい、あ、プリントトレーナーは普通サイズですか。あ、これも一応今店頭出てる分は普通の通常サイズなんですけど、このビッグトレーナーサイズでお作りも可能です。そう、お値段がねちょっとかかっちゃうんですけど、それでも全然300円ぐらいならっていう感じです個人私的には。襟ないのそわそわ、わかるね、ちょっとそわそわしますよね慣れちゃうと。そう、付け襟冬バージョンはまだ、 あれですかね、モコモコってことかな、こういうあのこういうこのボアの素材のっていう感じですかね。ちょっとそれ、そう、ちょっと まだ待ってくださいいろいろ考えてますんで、そう少々お待ちください楽しみにしててください。サイズ了解です、ありがとうございます。そう、付け襟つけるとこんな感じです。このクマさんにこの付け襟合いますね。ちなみにこれはね、ピンク、白かな、のオーガン。オーガンに、ちょっとモチーフがついてる丸襟で。はやとて、あ、すみません。あ、全然、あの、頑張ります。本当は一緒に、確かに今日一緒に紹介できたらよかったけど、ちょっと間に合わなかった。こういう丸襟タイプと、これセーラーですねもあるので、そう、どっちつけても可愛い。あのこれ私は、あ、
の髪の毛が長いので襟が大きいとあのぐちゃぐちゃって良くなっちゃうんですよ。なので襟丸襟のタイプとかが選ぶこと結構多くて、セーラもすごい可愛いんですけど、ね、あの実用性を考えてしまうと、逆に短い人とかだとセーラーあの髪の毛がね、髪の毛が短い人とかだと後ろにこうかかるものが何もないじゃないですか。だからセーラー襟めちゃくちゃ似合うと思うんですね。そうだから、あとはまあ長い人だとお団子とかしたりこうやってギュッてやっちゃえばセーラーしっかり見えてくれる気がします。セーラー可愛すぎる。クマさんね、クマさん、クマさんちなみに、セーラー襟が9200円ですね。オーガンのタイプで、こっちの丸襟は8500円です。こんな感じです。あ、でプリントのこっちの値段も言ってなかったですね私。こっちは5900円になります。そう、トレーナーの通常サイズの、プリントにリボンを一つここについて5900円です。一応付け襟今何個か持ってきてたんですけど、セーラーだとこんな感じで、あのおリボンがいっぱい、ちょっと難しいなこう見た方がいい、見えるかな。こんな感じでキラキラのオーガンとおリボン、キラキラのおリボンがついてたりしてて、あとセーラーもう一個、これはプリントですね、オリジナルのオーガンのツインズバニーちゃんがここにいます。そうで、あとリボンとレースがついてて、これはあのセーラーの方こう前で結ぶタイプです、オリボンで。であとは丸襟はこれ、さっきのといろいろあるんですけど、そう付け襟も結構多すぎてあんまりいっぱい紹介できなくって、逆に過去のツイッターとかそのインスタとか見て、多分インスタの方が見やすいのかな。そうでを見て、これまだありますかとか言ったら、店頭なくてもこういうオーガン系とかだとお作りすることもできるので、ぜひあの聞いていただければ、お問い合わせいただければなと思います。全然なんかお洋服だとちょっと難しいものが結構多かったりするんであれですけど、小物系だと去年のとかでも全然作れることも多いので、ぜひで、そうプリントトレーナーを言ったでしょ。プリントトレーナーがまたちょっとバージョンアップバージョン、あれバージョンが、あのレベルが上がったバージョンがあって、これだとあの久々にでも出しましたね、あのうちのロゴ、ちょっと今インカメなので反転しちゃってるけど、ロゴに縁に囲いのレースがあってオリボンがついたタイプですね。オリボンの方があのレースとサテンの重ねリボンになってます。上がレースで、お花固定ね、お花のレースなんですよ。こうでこっちが普通の、これはピンクがついてますね。でベビーギフトのギンガムピンクと、こっちがブルーですね。ベビーギフトだ、インスタ見ながら自分も同時進行してこう、であそっか、この前トレーナー買いましたもんね。確かにそれ考え、いいですね、同時進行でこうで楽しいショッピングで、また英語でこの今週も来ちゃった、なんだろう、あでも、あお買い物はインターネット、メールアドレスこの方からできます。そうメールアドレスからできて、ここにこれ欲しいよとかあれ欲しいよっていただければ送れるんですけど、それが英語で全く説明ができませんあの メールインフォにくださいメールでお願いしますちょっとポンコツが恥ずかしいなで、あとトレーナーね、これは
これギンガムのブルー去年出てましたっけ。ブルーはギンガムじゃなかった気がする。去年無地だった気がします。初めてじゃないかなこの柄。え、かわいい、かわいいですで、これもこっちがラメのブルーレースに重ねてるオリボンがいいな。これも大きいトレーナーで作っても可愛いですね。もう全身ブルーとかにしちゃうのもありな気がする。全身ピンクとか、あのピンクのロゴにピンクリボンにしてピンクのレース使ってでピンクのカボチャパンツ履いてとかやるのもありな気がします。そう、すごい、あの訳してくれたんですか。ありがとうございます、優しい。あの本当にうちのお客さんってみんな優しいと思うんです。この何もできないのにありがとうございます、すごいすごい、ありがとうございます。もうあのね、違う国のお国のね方もうちのことをしてくれてとてもありがとうだし、それを伝えきれない私に代わってそう伝えてくれるのもすごく嬉しい、ありがとうございます。インドネシアグローバル、さすがナイルパーチね、あり本当にありがたい、優しい。そう、あ、待って、私あの今のプリントのこれをお値段伝えるの忘れてますね。こちらが6500円です。プリントに、この囲みのレースとあとリボンが2個分ですね。2個かなこの重ねリボンが1個ついて、6500円になります。そうで、あとそうですね、もこ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 をまだちょっと紹介しきれてない分とあるのでよいしょやります。もこもこでもこれも割と最近ご紹介したような気もします。割とし噛んじゃった、割と最近出した新しいアイテムなので記憶にも新しいかなって思うんですけど、この立体の子たちですね、うさぎさんとくまさんの、この子の方がね結構あったかい気がします。あの寒がりさんは本当にあったかさを重視で私は選んでしまうんですが、とても寒がりなので私はこれはすごくあったかいと思いますね。だってボアが2枚分プラストレーナーであったかなので、これはすごいです。このねマルチタイプものカラーもねすごいかわいい、この真っ白のうさぎさんもかわいいし、ピンクとパープルもかわいいし、ラフォーレにあるクマさんが確かあのここがブルーでここがピンクとかパープルでこっちがイエローとかだったかなだと思うんですけど、もうイエローの生地がなくて、そうラメのそのボアの生地のイエローがないので、もうこの出てるクマさんだけなんですけど、それもすごくかわいいです。黄色好きだよっていう人はぜひゲットしてくださいそうだ、超あったかいですよ。だって厚みがねまずハンバーガーのパンぐらいあるそうバンズぐらいあります。これは、ちなみに 12,000円にプラス税になります。そうあと、あこれもそうだな、さっきショッキングピンクのこの子をご紹介したんですけど、それの同じ色で、キャンディーを新しく作ってくれました。このあの今までキャンディーのポシェットとかあのワンピースのポケットとかにも使ってたんですけど、そうバンズバンズ笑われ、あカラフルなクマさん気になる。そうクマさんは割とちょっと前のラフォーレのツイッターに多分載ってると思います。そうな
んか店頭のそのツイッターに出てるのもメールにお問い合わせいただければ送ることも可能ですし、店頭にご来店してたしていただいてっていうのも大丈夫ですので。キャンディーです。キャンディーはちなみにここにおリボンが2つと、はい、ここに2本ラインと、ここにハートパーツがあります。これはね、お値段の方がね、8500円にプラス税になります、ね、キャンディー可愛いですよね。なんかあのピンクとイエローで作っても絶対可愛いし、ブルーとミントとか、ブルーとピンクも絶対可愛いな。キャンディー結構いろんな楽しみ方がカラーでできる気がします。しかもここドットのリボンなの珍しい気がします。今までムジカギンガムかなだったと思うんで、ドットはニューバージョンですで、あとあこれもね、よいしょ、これは個人的にあの昨日の花さんのインスタのストーリーに多分載ってた子です。アヒルさんですめっちゃ可愛くないですかこれでしかもさらにそう、この見てください、緑色です。すごい色。どっちもあの通常のサイズなんですけど、すごいですよ。目も緑なんです。緑のアヒルさんはこれもうめっちゃ見た時に、え可愛いってなって、そう、そしたら好きそうって言われましたね、超可愛いですよね。こっちの子はなんかエメラルドグリーンっぽい目をしてます。そうに、あとここがボアモコモコ黄色で、ここはサテンですね。これはサテンじゃない、こことここ羽とくちばし可愛いって緑、そう緑もレアです。それでこここのあのな池池みな水水水のその触れてる面はレースがついてます。結構ねあのバストぐらいにしっかりいるので、ここに服着てもかぶらないです、ね、ハイウエストスカートとか着てもいいんじゃないですかねねえかわいいあそ花さんのこれが新作です。めっちゃかわいい。これ花さんがちなみに作ってくれたんですけど、めっちゃかわいいですよね。すごい天才だと思う。緑のトレーナーね、待ってますよね欲しかったですよね。緑です。緑もうここも緑で、ここも緑で、ショッキングピンク、イエロー、水色、すごいです。緑すごいですね。うちこのレアじゃないですか、その緑って。森のアヒルさんえこれにあの黄色のスカートとか合わせたらめっちゃ可愛くないですか。緑いいな。そうで、あの黄色のカットソーとかの襟だけ出して、あのアヒルさんワッペンうちあるじゃないですか。今ちょっとこっちいないんですけど、そうアヒルさんワッペンのカットソーの中に着てこれ着るのめっちゃ可愛いです。アヒルさんコーデそうね、今年うちアヒルさんいっぱいいますね。嬉しい。可愛い、いっぱい黄色い絵文字がいっぱい。アヒルさんちなみに8500円に、プラス税です。キャンディーとね一緒です ね。で一応とこれは多分この1点限りなんですけど、トレーナーなんですけど、ちょっとアヒルさんが一回りぐらい細めの子です。アヒルさんカーディガン、あ確かに合わせたらアヒルさん尽くしです。もうアヒルさんパーティーですね。ちょっと分かるかな、一回りぐらいちょっとちっちゃい子がいて、この子は値段は一緒なんですけど、おリボンがちょっと
多めについてますなんかいつもより多めに回しておりますみたいに言っちゃった。そういつもより多めについてます。で、そうこの子これも可愛い。いいですね。これ結構ゆったりめで着てもいいと思います。こちらはもう一点限りの子になってます。これブルーね。ブルーに黄色いアヒルさんっていいですね。あ、でもちなみにワッペンパレットの方がその黄色はいるんですけど、あとピンクとブルーがいるので、なんかブルーのアヒルさん揃えとかピンクのアヒルさん揃えってやっても可愛い気がします。いいな、可愛いな、欲しくなりますね。アヒルさんトレーナー私なんだかんだ毎年買ってるんで、また今年も買おうかなと思っちゃうえ、これ全部言ったかな。トレーナーでもこんなもんですかね、今日のご紹介で。あと、ま、新作をちょっとご紹介したいなと思っておりまして、あと再入荷とかですね。あのこれ少し前に入ってきてたんですけど、ちょっとご紹介するのが遅くなってしまって、三角襟のカットソーの、毎年結構三角襟のカットソーって出してるんですけど、それの今年バージョンです、まあ、あの縁レースにプリーツのレースにリボンがちょっとカラフルな感じについてます。そうですね、新作っていうかあれですね、あの今週も多分ツイッターとかでは言ってたやつだけど、インスタライブではまだ入ってきて、先週のそのインスタライブから今日まで間に入ってきた子たちのご紹介ですね。新作そうなので、ちょっとあのもっと今日初出しですみたいなやつはちょっともうちょっと待っててください一応そう、三角襟のベースがこのブルーと、私今日着てるパープルとこちらのピンク、こっちのね、こっちはピンクがこっちのレースになってます。それとあと赤ですね、白と赤、この組み合わせもめっちゃ可愛い。めっちゃ使えると思います。これもオーダー色によってちょっとベースが少なかったりするんですけど大丈夫ですし、あとはまあ半袖長袖も両方大丈夫です。お値段の方が8500円にプラス税ですね。結構楽ですよ。あとこのタイプのカットソーってここに、いつもそのワッペンカットソーってここストレートなんですね、脇からあのウエストにかけてまっすぐなラインなんですけど、これこのバストラインのちょっと上の方に切り替えが入ってて、ギャザーがここ寄ってるので結構裾が広がってるデザインになってます。なのでなんか、まあ、今日はインして使ってるんですけど、これを出しちゃってあの普段あんまりこういうパステル着ないけど興味あるよみたいな方とかも多分いらっしゃると思うんですけど、そういう方だったらパンツとか合わせても可愛いですし、ちょっとバブっぽく着たいなって感じだったのかぼちゃパンツにこれ合わせてわかめちゃんスタイルみたいな感じ。そう、ね、あと結構そのストレートのワッペンカットソーが別にきつくはないけど、なんて言うんでしょう、ゆったりした方が着やすいとかあるじゃないですか。そう、あ、広がってる、そうそうなんです、体型的ギャザーありがたいですね。そうなのでそういう方とかもこっちのカットソーはかなりおすすめです。ゆとりがあるのでバブりたいバブちゃんになりましょうそう、結構ゆとりがあってね、なのであのバストのトップが硬いとた高いバストのトップが高い方でも結構着やすい気がしますね。一応後ろがそのボタンがあるのでかぶりのタイプにはなるんですけど、ね、やっぱ皆さんギャザー
入ってる方がありがたいんですね。なるほど。そうね、かわいい。そう、ちなみにここに通ってるはしごレースは全部同系色の色を使いました。そう、これかわいいですよね。これが8500円にプラス税です。ね、確かにカットソーでギャザー入ってるのうちあんまりないですもんね。そうか。で、あと紹介してないのは何だろう、待って、あ、これだ。タータンチェックのワンピースが入ってきたのをまだ紹介してなかったかなと思うので、それも今日やっちゃいます。これです。ツイッターとかで見たかなとは思うんですけど、私このちなみにこのデザインというかシルエットめちゃくちゃ好きで、これもギャザー入ってるんですよ。で、なんて言うんでしょう、これあのスクエアのヨークがあってフリルがあって、で夏にも同じ形で半袖をいろんな柄で出してたんですけど、そうで、私が今まで着てたワンピースの中でその一番着やすいというか楽締め付けもないし、ウエストもゆったりだし、裾も広がってるし長いしっていう感じで、で、これ背中にギャザーがあるんですね。なので後ろから見た時も結構広がる感じで、で、ストンって落ちてくれるタイプで、フリルも大きいしって感じなので、かなり好きなシルエットです。多分割と最初の方のインスタライブで、その夏場というかあれか、自粛期間の時だ、着てた気がします。ちょっと丈感が見たい方は、多分それと丈感はほとんど変わってないので、私が身長155センチなので、あ、でも最初の方ってあれかな、アーカイブ残ってないのかな、わかんない。そう、一応あの155での私が着ると、まあ、膝は覆いますね。膝よりちょっと膝7センチぐらい。何回見ても素敵なワンピースね。一応そう、お色が3色あって、全部3色ミックスなんですよ。一応こっちがネイビーグリーンイエローホワイトですね。に、こっちがグリーンレッドの生地を使って、ここが赤チェック。タータンチェックをこんなにいっぱい使ってるのにこんな可愛いことあるみたいな。で、こっちが赤ベースです。赤チェックベースに、こっちが白グリーンにグリーンイエローです。これも可愛い。これあのなんか1枚で見ると結構合わせ方難しいなっていう人多いかなって思うんですけど、ここまで柄が入ってると。なので個人的にはこういう赤とかだったら、全体的赤強めに着てるので、頭に赤を持ってきちゃえば挟んでる感じになるので、それよりもいいかなと思います。あとお靴とかその靴下の方にこの辺に近い色を持ってくると、結構バランスは全体で見た時取りやすいと思います。で、あとこの私これ一番好きかな、配色。このグリーンレッドに赤フリルにグリーンホワイトです。お袖とかもね、ちょっとずつ配色が違うので、そう、すごく好き。そう、立ち入りで、あとちなみにこれ結構後ろが開いてるので空きが深いので2個ボタンがついてます。なので見えにくくなってるので安心して着やすいかなと思います。そう、いいですよね。そう、かわいい。3色あります。一応お値段が 16,800円かな、はい、になってますね。レースがこれはお花のそのプツプツって穴開いてる。そうなんです、痛いです。
ね、かわいい。後ろにもそう、後ろもボタンクマさんです。そうだ、よく気づいてくださいました。私が言うのを忘れていた。後ろにもクマさんがいて、ここにもクマさんがいます。かわいい。クマね、この時期のその 前回も言った気がするけど、この時期のクマとチェックの組み合わせは最高に可愛いです。とっても好きです。あ、で、あとあのフーディーが、そう、もうツイッターには出してるんであれなんですけど、フーディーの方が再入荷しまして、あの割と即完売だったんですね。なんか気づいたら、あれ、もうこれしかないのみたいな状態になってて、そう、知らなくて、私もそんな、もうどんどんいなくなってることびっくりしたんですけど、それのまたちょっとバージョンが違うというか、今前回のここにポンポンがついてたんですけど、今回はちょっとまた違う子が入りまして、リボン、これ、あ、ちなみにこれリボン取り外しというか、なんていうんだこういうのは、こう自分でほどくタイプです。結ぶタイプ、ほどいて結ぶタイプです。で、一応こう、ま、縫い付けてるので、そのピッては取れないんですけど、そうで、あとこれをあのフードみたいにしてやったりとかもしてて、一応お色、このクリーム系と赤い赤茶色系のテディベアみたいなこと感じです。これもね、ちょっと待ってください。そう、首のね、この後ろに持ってきた時がすごく可愛いんですよ。お客さんがやってくれたのを見てた時に、なのでちょっとやりたいんですけどその可愛いを見てほしいです。でも今日髪の毛結んでからできるかな。よいよ、できた。メガネをしないと見えないんです。あったかい、首がすごくあったかいです。こうしてこうですね、うん、こんな感じです。前から見るとあのスヌードっていうんですか、あのマフラーの筒みたいなやつ、それみたいで可愛いし、オリボンもついてて、そうな、あ、スヌード合ってた、そう、スヌードみたいにしても使えます。それでここですね、ここからが可愛いのかな。そう、クマさんのお耳がいるのめっちゃ可愛くないですか、ここそう、こんな感じで、なんかこれからの時期、そのコートよりもロングコート着る前に、あの短い丈のアウターとか、そろそろジージャンとか今日着てる人とかも街で見かけてて多かったんですけど、そういうのの中にでこのお耳とフードの部分だけ出してもすごく可愛い気がしますすごいね、あの首があったかいんですよ。そう、あのぬくもりがすごいです。ぜひあのおすすめです。あったかくて守られてるんで、クマに守られてるっていいな、可愛いここで、お値段の方が7900円ですね。にプラス税。ちょっと前回とお値段が多分違うので、お間違いないようにしてください。はい。なので、今日のご紹介は多分こんなもんですかね。紹介し忘れたのはないかな？きっと。なんか、あと10分ぐらいで終わりますけど、なんかご質問とかはありますか？あるかな、あるかな、ないかな。そう、なんか
これ気になりますとか、この値段もう一回教えてくださいとか、なんかどんなのがありますかとかないかな。なければ今日はこの辺で終了になるんですけど、私全部値段言ってましたよね多分絶対伝え忘れちゃうのありそう。そう、フーディーにお顔つけれないですか。あ、ここにってことですかね。ここにお目目とお鼻とみたいな、なんか多分できなくはないんですけど、そのあのマズルあるじゃないですか、このお顔の部分、このお顔の部分のお口のこの部分っていうんですかね、それを縫い付けるのがちょっと要相談にはなりそうです。でももしそのお目目だけとかでも絶対可愛いと思いますし、キラキラのお目目とかやっても可愛いと思いますし、お花あのマズルつけないでお花とかでも可愛い気がします。ちょっと追加料金はかかっちゃうんですけど、もしよければあの店頭でもご相談大丈夫ですし、ちょっとさ近々はいけないな、でもフーディー売り切れたら嫌だなとかだったら、メールの方でもお問い合わせいただければご相談に乗れますので、お目目つけるの可愛いですねわかりました。朝ぜひこの色とこの色どっちがいいんだろうこのキャメルも可愛いし、そろそろねタータンチェック の, あのリボンバレッタとかも今いっぱい作ってますんで、ぜひぜひ可愛いのをまた楽しみにしていただいて、いろいろ頑張ってます、考えてますんでね、そうこんなのも欲しいですよとか、この形もっと出してくださいとかあれば、スタッフに言ってもらってもメールに言っていただいても大丈夫ですのでありがとうございます。あ、いや、こちらこそありがとうございますね、そろそろ終わりかな今日は。また1時間も見てくださってありがとうございましたね。昨日ねちょっと台風とかもいろいろあって大変、お天気もあんまりよろしくなかったんですがね、ぜひちょっともう我慢できないとかあればちょっとお店にねいつでも来てください。次いつ行けるか分かんないけど、ありがとうございます。私も全然ゆっくりね、バイト頑張ってねまたいつでもお待ちしておりますんで、学校も大変な人も多いだろうし、お仕事大変な人も多いだろうし、バイトめんどくさいと思う人も多いだろうし、ね、頑張ってください。ね、私も支えになれるように頑張りますんで。今日もありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ見ていただいて。そろそろ終了いたします。ありがとうございました。また来週も多分また日曜日にやるかなと思います。はい。なのでそれをお持ちいただければね、はい、来週日曜日やろうかな、来週って何、来週もしかしたら日曜日やらないかもしれないですちょっと早まるかも、ちょっとそれはまた近づいたらお知らせいたしますので、はい、こっちありがとうございます。こちらこそ皆さんも本当気をつけて、じゃあそろそろ終了いたします。ありがとうございました。バイバーイ。元気でお過ごしください。